しゃい。早速弾いていきたいと思います。おお、なかなか面白い。コロッケで飲みたい。こちら選んでいきます。土本槍純米絞りたて生原酒山田錦、こちら紹介したいと思います。もうこれ即決でしたね。揚げたてのコロッケ頬張りながらキリッと冷えたこのボリューム感たっぷりで酸の効きまくった生酒をねギュッと飲む、あ、もう完璧じゃないでしょうか。だからとにかくまあこれ考え方としてはもうコロッケっていう食べ物を分解すると、まずその芋の持ってるこうモサモサ感というかね、そのしっとり感というか、で衣の油分とその香ばしさと、でまあひき肉のうまみだったりとか、まあ玉ねぎの甘みだったりとか、コロッケのねパターンにもよると思うんですけど、まあそのまま食べるかソースもねつけることもあると思いますし、濃い一口をどうやってその乗り切るかみたいなところだと思うんですけど、まあそういう時にこう生酒のねピチピチしたそのフレッシュ感っていうのはね、本当こう力技で口の中をリセットしてくれるんで、とてもこう爽やかな後味になると思いますね。あと例えばコロッケを醤油つけたら白飯がいけるじゃないですか。でそういう場合には通常のお酒の缶酒とかね、白ご飯に合わせる感覚で醤油垂らして食べて朝日菊のぬる缶とかね、なんかそういう感じでもいいのかなと思うんですけど、まあなんとなくこの時期ならではというところでコロッケに、まあ、出来たての新酒のピチピチ感とジューシー感を合わせていくのもオツじゃないかと思います。今日の酒クエスチョン、コロッケで飲みたい出来たて新酒搾りたて生原酒、こちらで合わせてみてください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。